全部下げてしまうと顔の方が大きく見えてしまいがち。こんにちは&こんばんは、スタイリストの五十嵐薫です。はい、今日はねちょっと趣向を変えまして、私がファッションでね気をつけてる時の髪型とか、今年トレンドとしてねヘアアクセサリーというものもかなり来ています。ロマンティックが少しかかったような、そんなヘアアクセサリーがだいぶやってきてます。新しく買うのもいいんだけれども、いくつかねもともと持ってるものもご用意しました。アクセサリーの話をする前に、私がファッションと髪型で気をつけてることをお話ししたいと思います。というわけで今日の格言、ドゥルルルルルッ、ファッションとヘアスタイルをマッチさせよ。はい、というわけでどういうことかっていうと、私今日ねこのようにごちゃっとしたものが顔の近く、髪の毛の近くなんかにある場合、私はこのようにお団子だったりとかポニーテールだったりとか、なるべく顔をすっきりまとめてます。あとね、襟のついているシャツなんかの時もそう、タートルネックもそうだし、そのように首のあたりに何か高さだったりとかごちゃっとしたモチーフだったりがある場合はなるべくアップしてます。そしてT シャツだったりとかペタッとしたものを着用している場合っていうのはダウンすることが結構多いんですね。うるさいな、もしくはなんか寂しいなっていう、その2つを基準にしていただけたらいいなっていうふうに思ってます。友人のガレージセールで購入したんだけれども、こうやってね首のところにちょっとセーターのところにちょっと乗せたりとか、あとはウエストベルトにちょっとこうやってねつけたりとかっていうするものなんだけれども、こういうものをうまく使ってヘアアクセサリーとしても使ったらどうかなっていうアイディアなの。例えばね、これどういうふうにするかっていうと、でこれこのままこうやって頭につけたらちょっと頭おかしい人みたいになるんで、どういうふうにするかっていうと、なるべくこう後ろにリボンもなるべく目立たないようにして、例えばこういうふうにね後ろ側の方を目立たせたりとか、要は顔のそばにこういうものがあるとすごいしつこい感じがするので、後ろにね主役を持っていくっていうような、そんな感じで作るっていうのも一つ手だと思うの。でもこういうものをつける場合はなるべくシンプルの方がいいと思う。なかなかこういうのがないよっていう方いらっしゃると思うんだけれども、多分チョーカーだったりとか他のネックレスみたいなもの、あとはリボンはもちろんあると思うんですよ。で、例えばこういうものだったらどういうふうに使うかというと、お団子だったら、ね、こういうふうに私確か前、オードリー・ヘップバーン風とかっていうのをファッションした時にこうやってここに留めたりとかもしたので、これ普通に金具のこことここにあのピンをくっつけてここに刺せばいいだけの話なわけ。こうやって後ろにねピンで留めるっていうだけだし、それからもしこのモチーフがちょっと嫌だわっていうんであれば、ブローチを自身の持ってるリボンみたいなものにくっつけていただいて、ね、ちょっとこれだとねボヨーンみたいな例えばこれを少し、この下の方のあたりにつけた方がいいと思うのね、はい、これぐらいな感じ見えますっていう風にやってつけたりとかするのはおすすめです。これ前にご覧いただいたと思うのでちょっとねつけてみるね。これこういう感じで、これ普通に頭髪の毛を下ろしてる時っていうのはそれはそれでいいんだけど、こうやってねちょっと頭をアップしてる時なんかは少し下目につけてこの辺りで止めるっていうのもありだしね。これはちょっとブリブリ系なんだけど、これもここではなくてこの辺りで止めるのも OK です。こういう感じで、ヘアアクセサリーのいいところはね、なかなか美容院に行けなかったりとか、こういうね生え際が白いものが出てきちゃったなっていうような時にちょっと隠すのに実は最適なの。例えばねこれはこうやって使うんだけど、こういう感じでこの生え際のあたりをうまく隠してくれるじゃない。時間が取れない時なんかにこうやってうまく隠しながらかつおしゃれっぽく見せるっていうのは手だと思うの。ただ結構なんかね風呂上がりっぽく見えるとかっていう方もいらっしゃるので、そういう場合
このねトップのところをなるべくこう結びをね小さく結ぶんではなくてちょっと大きめに結ぶことによってお風呂上がりっぽいイメージにはならないと思うのね。顔の形によってはこのように全部下げてしまうと顔の方が大きく見えてしまいがちなので耳をねちょっとだけ出したりとかおでこの生え際だけを出してみたりとか自分の顔の形をうまくこのヘアバンドでコントロールしてしまうと割と使いやすいかなと思う。ただ今ねこのヘアバンドって難しいのがヘアバンドしてマスクするのって結構大変じゃない？どちらかというと今の時期であればこういうねカチューシャの方がマスクが必要な時期はちょっとおすすめかもしれない。最近マスクもここにかけないタイプっていうのも出てきたので私もちょっとそれ探してみようかなっていうふうに思ってます。ユニクロでこれ買ってきたんだけどこういうようなものもね790円60cm×60cm っていうんだけどこういうものなんかをうまく使って、はい、こんな感じに出来上がりました。はい、これぐらいだとちょっと先ほどねご覧いただいたこれよりもごっつい感じがしなくて耳を全部出していただいてもありだから例えばマスクをねしたとしても着脱が結構どう楽なんじゃないかなっていうふうに思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。はい、ぜひねいろいろと楽しんでみましょう。それでは格言ですよ。ファッションとヘアスタイルをマッチさせよ。最後までご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。スタイリストの五十嵐薫でした。バイバイ。